はい、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、じゃじゃーん、こちら久しぶりにグレールの1999円の福袋開封をしていきたいと思います。はい、ということでですね、本当にいつ年に買ったかわからないんですけれども、まあ、今回秋服がまあ多分入ってるんじゃないかなと思うんですけど、1999円で一体どんなものが入ってるかっていうのを、まあ、紹介していきたいと思います。ということで皆さんぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。ちなみに今回購入したハッピーバッグは M サイズのものを購入しました。ということで開封、なんかいい感じかもしれない。ちょっと結構秋色が多い感じです。じゃあまず1着目は、じゃじゃん、こちら黒のなんか T シャツっぽい布が入ってました。はい、じゃあまず1着目はこちら黒じゃなくてグレーですね。グレーのロゴ T が入ってました。でこれはフリーサイズみたいです。ちょっとこれめっちゃ使いやすそうじゃないですか。ロゴ的にはなんて書いてるんだ。 You are a goodなんとかって書いてる、グッドジャッジかなと書いてるんですけれども、これ可愛くない？私グレーの T シャツって1枚も持ってなかったですし、結構グレールのロゴ T って本当にね、着心地もいいし、なんかね形もすごい細く見えしてすごい好きなので、結構ね私は愛用してるんですけど、これも結構愛用できそうな感じです。ロゴ T って普通に単体で着ても可愛いし、結構重ね着とかに合わせても可愛いイメージがあるんですよ。だからねこれはすごく使えそうだなと思いました。はい、そしたらこんな感じで T シャツも着てみたんですけど、やっぱりねこれ形とかサイズ感がちょうどよくて、特に私何が好きってこの袖の長さが好きですね。なんか短すぎず長すぎないので、二の腕もなんかうまいこと太いのが隠れてくれますし、なんかこうピチピチっとしすぎない感じも私的にはすごい着やすいなと思いました。でね、色味がこのグレーっていうのがやっぱちょっとめっちゃ可愛くて、私はすごく好きですね。で丈はですね、腰から5センチくらい下なので、まあ普通くらいの感じです。ちょっとパジャマがすんごい、もうこれはさ、なんか上から結構ジャンスカとか合わせても私は可愛いと思いますし、普通にデニムとかと合わせてシンプルに着るのも可愛いんじゃないかなと思っています。これすごい私お気に入りだわ、嬉しい。じゃあ次2点目はですね、じゃじゃん、こちら可愛い、じゃじゃん、こちらこんな感じでカーディガンじゃないですね、ニットトップスが入ってました。これ前はねボタンのデザインなんですけれども、くっついてて開かないので、このままねトップスとして着るのがいいんじゃないかなと思ってます。これめっちゃ可愛いですね。なんかあの首元がスクエアネックになってるので私の好きな感じです。で結構ぴっちりした感じで着るので、ちょっと二の腕だけ不安なんですけど、これはすごい良くない？これは何色って言うんでしょうね、多分からし色っぽい感じなんですけど、ちょっとブラウンみがかった感じなので、秋もすごく使えそうだなと思いました。はい、じゃあこのトップスも着てみました。これやっぱりねめっちゃ可愛いですね。結構やっぱりねこの首元が開いてます。私今ね下に普通のレースのブラトップを着てるんですけど、ブラトップ普通に着るとこんな感じでちょっと出ちゃうので、私はこう肩紐この袖の中にいつもしまい込んでます。上はこんな感じ でこれはですね、丈が結構腰骨ちょうどくらいのところにあるので結構短めですね。まあそれでも別に短すぎずっていう感じです。まあこのトップスすごい可愛いんですけど、やっぱりちょっとこうピチッとしてるので、私の場合はちょっとムチムチ感が否めないかなという感じはしました。でもすごいこれ可愛いから絶対に使いやすいと思う、嬉しい。かなり伸縮性もあるので着心地的にもすごくいいですし、これもほんとさ、なんかどんな感じのタイプにも着こなせるというか、スカートと合わせてちょっとこうねクラシカルな感じで着ても可愛いし、ジーンズとか短パンとか合わせてカジュアルに着ても可愛いんじゃないかなと思います。まあなんか形的にはちょっと夏物なんですけど、色が秋っぽいっていう点でもね私はいいなと思いました。じゃあ次はですね、じゃじゃん、こちらブラウンカラーのトップスが入ってました。はい、じゃあ3点目はですね、じゃじゃん、こんな感じでちょっと肩部分がパフッとなっている感じのニットトップスが入ってました。これめっちゃ可愛くない？そしてね質感が、触り心地がめっちゃいいです。さっきのニットに比べてすごいね表面がふわふわしてる感じですね。まずこのね胸元らへん、この胴体の部分はリブニットっぽくなってて、ここだけ普通のなんかこうサラッとした感じのニットです。私これめっちゃいいなと思います。なぜかというとこの二の腕がふわっとしてるので、二の腕の太い部分がねうまく隠れてくれるんじゃないかなと思いました。で形可愛いのにこう柄とかついてなくてシンプルなので、めっちゃ着回しが効きそうだなと思っています。私こういうブラウンのさなんか服好きだからすごい嬉しいです。はい、じゃあこのトップスも着てみた感じはこんな感じになります。これやっぱりめっちゃ可愛いと思います。このね袖がやっぱりダントツで可愛くて、こうちょっとこうふわっとなってる感じがすごいお嬢さんっぽいというかクラシカルな感じですごく好きですね。で胸元も、まあ、割と私の服にしては詰まり気味ではあるんですけど、それでもなんか詰まり
すぎず、なんかいい感じで、ちょっと上品な感じで着れるのがいいなと思いました。でこれ袖のところ、ここはね結構ピチッとなっている感じです。まあ、ちょっと今の季節着たらまだちょっと暑いかなという感じではあるんですけど、まあ秋から冬にかけて結構使えるんじゃないかなと思いました。でこれは丈はこんな感じですね。まあ腰骨がここなので、まあ5センチ3センチくらい下くらいの長さです。結構こうピッチリした感じなので、なんかダボっとしたさパンツであったりとか、ふわっとしたスカートを合わせるのが私的には可愛いんじゃないかなと思います。まあこれはどう見ても秋から冬服だと思うんですけれども、色味も本当に秋っぽいし、私は結構ブラウンの服が好きで集めることが多いので、なんかブラウンで統一したコーデとか組んでも可愛いし、黒いさスカートとかパンツとか合わせても可愛いんじゃないかなと思いました。ニットって結構かさばりがちなんですけど、こういうピチッとしたやつは結構上からさ上着を着る時とかもこうかさばりすぎずで着やすい点が私的にはすごくいいなと思います。はい、じゃあ次4点目はですね、ちゃちゃん、こちらなんでしょう、ヒョウ柄ダルメシアン柄かの何かが入ってました。はい、ちゃちゃん、こんな感じのリボン付きブラウスですね。あ、これ形めっちゃ可愛いです。ただ柄がちょっとね、あの派手すぎて私ちょっと着れるかは不安なんですけど、この形自体はすごい好きですね。これ首元がこんな感じでリボンで結べるようになっていて、この下はね V ネックになっています。で袖がこうフレアスリーブじゃないわ、バルーンスリーブっぽくなっていて、ここのね袖のとこがフリッとフリルがついてるのが可愛いなと思いました。ほんと形はいいんですけど、ちょっと柄がオレンジに黒のダルメシアン柄なのかな。ちょっと普段こんなトップスにね派手な柄着ることはないので、ちょっと着こなせるかちょっと不安な部分はありますね。まあでも色的にはすごい可愛いし秋っぽいので、なんか全然いいかな。はい、じゃあこのトップスも着ていました。でも着てみると結構なんか派手ではあるんですけど、可愛いなと私は思いました。このね首元はほら脱ぐとこんな感じでね V ネックになってます。でここをこう結ぶんですけど、私結構首元にリボンがある服って昔から好きで、すごい可愛らしいなと思っています。でここね袖のとこ、ここがゴムになっていて、こうフリッとなってる感じもすごい可愛いなと思います。私はなんかこの七分丈的な感じでここら辺でこう止めて、ちょっとこう袖にボリュームを持たせる感じで着るのが可愛いんじゃないかなと。でこれ丈はですね、腰から10センチくらい下だから結構長めですね。まあ、でもこういう服は基本ボトムスにインしたりして着るのが可愛いんじゃないかなと。でもこれ本当に色味もすごい可愛いですし、私は結構オレンジメイクとかブラウンとかテラコッタメイクがすごく好きなので、そういう時に合わせるのがすごい可愛いなと。こういう形のブラウス好きとかすごい嬉しい。派手すぎるかもって思ったけど、1枚くらいこういう派手なの持ってて、なんか他のさもの服を結構シンプルなので合わせたら意外と統一してこう可愛く見えるんじゃないかなと思いました。でもこういうさ普段買わないような服が基本福袋で当たったりするので、なんか新しいさジャンルとかに挑戦できるっていう点がね、やっぱ福袋はいいなと思います。楽しい、やっぱり。じゃあ次でもうね最後なんですけれども、じゃじゃん、こちらなんでしょう、多分ボトムスっぽいものが入ってます。じゃあ最後はですね、じゃじゃん、こちらブルーのベルト付きワイドパンツが入ってました。私この福袋を何回も買ったことあるけど、ワイドパンツが入ってたの多分初めてだと思います。でもこれすごいね、生地がしっかりしてて使えそうだなと思います。まずこれね、ベルトのここはこういうなんかあのこういう感じのベルトなんですけど、これ開けるとここにね引っ掛ける用のものと、あとここがチャックになっていて、まあこんな感じで履きます。ベルトがついてるのでウエスト部分がちょっとこうフリッとクシュクシュとなる感じじゃないかなと思ってます。なんかね触った感じでももうすでにわかるんですけど、裏地がしっかりとついているので下着が透ける心配っていうのが一切なさそうな感じがいいなと思いました。結構ねワイドパンツで太さもありますね。はい、じゃあこのねパンツも履いてみました。かなり私はぴったり履くことができたんですけど、結構履いてみた方がこれ可愛いなという感じがしました。はい、立つとこんな感じですね。本当になんかこうまっすぐ下に降りる感じのデザインなので、こうブカッと切れて私は可愛いなと思います。丈もねですね、普通のロングパンツっていう感じで、足首のま 2,3 センチ下くらいまで私の場合はあります。ほらこんな感じですね。なんか色もすごい爽やかで可愛いので、なんかこう白いトップスとかに合わせても可愛いし、今みたいにグレーの T シャツと合わせても可愛いかなという感じがしました。ここにポケット2つついてるのと、あと後ろにもですね2つポケットがついています。本当に裏地しっかりしてるから、パンツの柄も透けなければ
なんかラインとかが透ける感じも全然ないなという感じです。私は結構さ、ロングパンツとかワイドパンツを買うことが多いんですけど、あんまりこういう爽やか系のカラーは、あんまりピンクくらいしか持ってなくて、あとはブラウンとかブラックとか、あとはチェックパンツとかを買うことが多いので、これ可愛いですね。なんか秋冬とかも全然なんかこう薄い色とかでまとめて白いコートとか羽織って着るのも可愛いと思いますし、あと春先とかもさ、なんか薄いトップスとかに合わせて着るのもすごい可愛いんじゃないかなと思ったので、結構ねワイドパンツはオールシーズン使えるのが本当に可愛いし嬉しいしありがたいなと思います。これめっちゃいいです。嬉しい。もうこれだけでも全然1000円くらい1500円くらいの価値があるんじゃないかなと私は思ってます。はい、とこんな感じで今回グレールの1999円福袋は空となったので以上で終わりとなります。はい、今回はですね結構シンプルで着回しの効きやすい今から秋まで使える服がすごい多かったんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね派手なものとかもあったんですけど、でも最初のトップス2枚とかは特に着やすそうな感じだったのですごい嬉しいなと思いました。ほんと久しぶりに買ったんですけど、やっぱりこの2000円福袋って1枚で元が取れちゃうくらいすごい可愛いものが多いですし、まあたまにね使えないものとかも入ってるんですけど、結構意外と私は福袋で当たったものを愛用してたりするので、ぜひねなんか皆さんも気になったらグレールの福袋買ってみてほしいなと思います。ちなみに私はいつもね好きな雑誌とか好きなモデルを書くところは、好きな雑誌がジゼルって書いてて、好きなモデルがリンカさんと書いてます。まあ、それで結構私は普段好きな服が入ってることが多いので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。グレールの福袋かわいいねみたいな、めっちゃ当たりやんって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。